マヤだ。マヤ、そうだよ。黄金病を撒き散らしているのも、人間どもから宝を徴収してるのも。緊張しちゃって。そんなにビビるなよ、クソ兄貴。けなげな妹らしく、これでも気を使ったんだぜ。おとなしく黄金兵どもに捕まってれば、ペットにして死にたくなるほど可愛がってやろうと思った。お前が俺を恨むのはわかる。めんどくさいやつ。まあいいや、特別に教えてあげる。大樹が落ちたあの日、俺の身に起こった。誰も、兄貴でさえ結局俺を助けてくれなかった。でもいいんだ、ウルノーガ様のおかげで俺はこうして復活できた。あのバイキングどもを手駒に変えたように、今度は俺がこの力で世界中の奴らをこき作ってやるんだ。やっぱり黄金兵どもはお前が。今さら説教しようっての、ほんとバカなクソ兄貴。考えていたんだ、俺が生き残ってしまった意味、やるべきことを。マヤ、お前がそんな姿になったのも、全ての原因は俺にある。なら、ここでお前を倒すことが俺に課せられた贖罪だ。クソ兄貴と雑魚勇者どもが偉そうに正義のヒーロー気取り、俺さえ叱ってくれなかった奴らが、今さら。うざい、超うざい。クソクソクソ、バカな兄貴も勇者も、みんな黄金にしてやれよ。それくらいだ、兄貴も世界も。行くぜ。